ナサニエルバグ賞、ウォードナサニエルバグ賞ウォードは、ウォードの箱と呼ばれる植物の栽培と輸送のケースを広めたイギリスの医師、ロンドンの医師スティーブン・スミス・ウォードのもとに生まれた。彼の初期と家族生活についてはほとんど知られていないが、13歳でジャマイカに送られ、そこで植物に興味を持った可能性がある。ロンドンのイーストエンドの貧しい地域で医学を実践し、 ヨカやケント州コバムでの休暇中に植物学と昆虫学に興味を持った。タイトラー・ウィトルは著書ザ・プラント・ハンターズで彼が住んでいた地域について次のように説明した。知られているのは彼が住んでいたドックランドの一部であるウェルクローズ・スクエアはシャーロック・ホームズのような場所だったということだ。必ずしもハンセン病、忌まわしい兵士、邪悪な 中国人を生み出しているわけではないが、それでも、なおそのような印象を与えている。そして、ホームズとワトソンが、同時代のナサニエル・フォード博士に精通していたら、彼らは、間違いなく彼の科学的な観察と推論の方法を、称賛していただろう。1814年に、ロンドンの王立外科医大学の会員資格を取得し、その後1852年に、 リンネ協会の会員になった。彼の4人の息子、スティーブン、ナサニエル、ジョン、リチャードは全員医師と外科医の資格を取得している。取得後のスティーブンとナサニエルは家族のイーストエンドの開業所で父親と一緒にアシスタントとして働いていた。ジョンはクリミア戦争の間に優秀に勤め、末の息子リチャードが中部ロンドンで彼自身の開業している助外科医として 1846年に英国海軍に加わった。1829年に密閉されたガラス容器の影響に最初に発見した。彼はボトルの底の湿った土壌にスズメガカのサナギを置き、蓋で折った。一週間後、彼はシダと草の苗が土から発芽したことに気づいた。彼は興味をそそられ蒸発した水分が日中にボトルの壁に凝縮し、 一定の湿度を維持しながら、夕方に向かって土壌に流れ落ちるのを見た。超飼育し植物を育てるために使用したガラスケースは、英国の植民地に植物を導入するために広く使用されていた。ガラスケース内の植物に関する彼の最初の実験は1830年に始まった。1833年にジョージ・ロッティジーズは、 オーストラリアから植物を出荷するために、ボードの箱を使用し、以前は公開中に輸入した20個の植物のうち19個を失ったが、20のうちの19は、今では生き残ったものの平均だと述べた。ロッディジーズは、園芸協会の副会長であり、ボードの箱が人気を博した。彼は、ボードの箱の原則に基づいて、クラパムの庭に温室を作ろうとした。しかしこれは、 ガーデナーズクロニクルのジョン・リンドリーによって批判された。彼は、それが毎日開閉されるとき、一般的な音質同様に、ウォードの箱と名前に対する権利がないと書いた。リンドリーはまた、ウォードには過度の虚栄心があり、二人目のニュートンとして認識されることを望んでいると書いた。1854年に、チェルシー薬草園で植物を維持するための方法の発見について、 王立協会に向け抗議した。彼はまた、顕微協学に取り組み、理事会のメンバーとして、チェルシー薬草園の開発を支援しました。1852年に王立学会のフェローに選出された。ナサニエル・バグショウォードは、サセックスのセントレオナルズで亡くなり、ウェストノーウッドボッチの人目のつかない墓に埋葬された。NB ワードは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ナサニエルバグシウ賞王道を示すのに使われる。ありがとうございます。